どうも、チョコクッキーだに,ゃーにゃーにゃー今日は、じゃん、小説、メンターテコナー公衆埋蔵金伝説を読んでいくにゃ今日は第十二章、金万両米国に比するものですそれでは聞いてくださいどうぞ な、なんだ鉄砲の音です。この中からだ。タダウが示した神棚の下にある岩の裂け目に、がさきにと顔を突っ込む源太と光彦。しかし、コナンは二人の背中に手をかけ、強引に引っ張り戻した。何すんだコナン、死。と、唇に人差し指を当ててみせる。それから、 腕と、腕時計のライトを消し、他の三人とも消すように指示する。次に、お互いをつないでいた腰にロープを手早くほどいた。そんなコナンの一連の行為が、非か王でも緊張感を増やしていく。ゲン太と光彦は、口を、口を毎一文字に引き締め、タダオも額に汗を浮かべていた。 コナンはうなずくとまず自分から岩の裂け目に体を入れた腰をかがめたまま重慎重に進んでいくそのまま岩のトンネルを数メートルも過ぎると前の方は何やら薄ぼんやりと明るくなっているようだやがてトンネルの出口コナンは地面に伏せたまま、えー、コナンは地面に伏せたまま からそっと顔を出す。そこにそれまでの行動からは考えられないような大きさの地下空間だった他に風を感じてふと見上げると壁は高くそそり立ち上に行くに従って急にすっぽりその中心にぽっかりと穴が開いていた穴から見えるのは夜空だ穴の真ん中あたりにちょうど位置した三日月が地下空間を 青いい光で満たたしていたそうかこの巨大な縦穴が新鮮な空気を行動に吸球していたんだな下は滑らかなすりすり鉢状の広場である幅奥行きともに2 0ル足らずだが壁や転移があることと合わせてあたかも自然に作られたドームスタジオといったところだ地面と壁の境目には 広場を取り囲むように石が積み上げられていた石積みには石の方で一度途切れそこだけは板を載せた森り土になっている脇にはわらわら束のようなものが挟まれていたそして広場を挟んでちょうど向かい側奥の石積みの上には「うんあれは?」それだけのことを素早く見て取るとコナンはそのまま 目を下に向けたその姿勢の先広場のすり鉢の底に人影子供が1人に大人が背の高いところと低いの合わせて2人愛そして木村と田中だ愛はちゃんと自分の足で立っている怪我もないようだどうやら銃声は威嚇のためだったらしいコナンは静かにだが大きく息を吐く田中はまだかすかに荘園の 花びく、猟みを折り使用済みの薬莢を飛び出を飛び出させた新しい弾を込めるとカチャッと派手な音を立てて銃身を元に戻すその様子をコナンの横から見ていた光彦が小さく囁いたコナン君なんだどうにかしてあいつらを驚かせ鉄砲を一発撃たせてしまえば弾を込め直す間に 隙ができます。そこで早原さんを救出するという作戦はどうでしょうかダメだ。危険すぎる。第一、あの銃。コナンは田中の手の老銃を目で示すと、上下二連銃。二連式上下二連式つまり二連発今は撃った分を補充しただけだ。それと、木村って男の人も、木村って男の方も、 手ぶらってわけじゃない腰に物静かな門をぶら下げているコナンの言った通り木村のベルトには革のケースにのベルトには革ケースに埋められたナイフが下がっていた剣七と呼ばれる 主流用の大型ナイフだじゃじゃあどうすればとにかく静かにしてるんだ手のひらでキック力増強スーズの感触を確かめながらコナンは考えるああ相手が1人だったら何とかなるんだが頼みのもう1つの武器腕時計の麻酔銃はイノシチ相手に使ってしまったキックで1人はノックアウトできても 二人同時には無理。木村はタバコに火をつけると、愛に向かっていった。さあ、もう一度ちゃんと聞かせてもらおうか。宝はどこだじゃあ、もう一度言うけど、知らないわ。知らねえだと田中は愛に銃口を突きつけると、このガキ、死にてえのか次は脅しじゃねえぞ。まあ、待て。この嬢ちゃんは、そんなことじゃ、言うことを、 聞いてくれそうになないからなそれから木村は愛の顔をのぞき込むようにしてなあお嬢ちゃん俺もまるっきり話がわからない男じゃない素直に教えてくれたらちゃんと友達のところに返してやるぜしかもだ宝を見つけたら土産に多少は持って行ってもいいつまり俺とお嬢ちゃんは宝探しの仲間ってわけだそう言ってにやりと笑いかける黙りこく,く黙り 告っている愛の様子を皇帝の返事と受け取ったのか木村は小さくうなずくと「それじゃあ聞き方を変えようあの手帳には何がどう書いてあったのか教えてくれないかここまで案内してきた通りの暗号の解き方が載っていたわそしてこの広い場所の入り口の紙棚に散布の埋蔵つゆ一料金が備えられていたこともその報酬その 公衆なんとかは金っていうのがこれのことだろうと木村はポケットから公衆金を取り出してみせた <laughs> ああ暗号文の金万両ってところから考えると金は三粒どころじゃ金は三粒どころじゃねえはずだ残りはどこにあるだから知らないって言ってるでしょ手帳には何て書いてあったき書いてなかった書いてなかった そう金を3粒手に入れてガランドの空間を発見したとあってその後は白紙をガス木村に殴り倒され地面に転がる愛木村は愛の髪をつかむと無理やり顔を起こすその口元についている汚れは土ではなく血だふざけんなよこのガキ灰原灰原さん我を忘れて飛び出したのは玄太と光彦だコナンは小さく 舌打ちすると、自らも飛んでるから、姿を現した。その後ろには、忠男も続いている。な、なんだ、お前ら。慌てて、銃口を向ける田中。玄太と光彦は、ぴたりと足を止めて、手を挙げる。<laughs> つけてきたのかいや、そんなわけないな。不審そうな木村に、答えとは忠男だ。そうさ、僕らは暗号文を自力で解いて、ここまで、やってきたんだ。自力でというところに、力を込める。 その口調はどこか得意気だ木村は鼻で笑うとバカにしたような仕草で両手を広げたそりゃ極度なこったなだが見ての通りここは空っぽ宝はないぜそれからタバコを投げするとポチンと音を立てて腰のケースのスナップを外した引き,引き抜いたナイフの刀がギラリと凶悪な光を放つ <laughs> ああ宝の代わりにお前らをここに埋めてやるよ これでこれだけ立派な墓なら文句はないだろうまずはお嬢ちゃんお前からだ木村は愛の首質にナイフを当てると玄太と光彦の息を呑む声その時「待て一歩前に進み出したのはコナンだった何だ坊主お前からやってやろうか取引をしないか取引何のことだ前を潜める木村に向かってコナンは静かに言ったその子を離して俺たちを」 無事に返してほしい。その代わり、宝のありかを教えてやる。木村は目を何度か芝いた,いた後田中、木村は目を何度か芝いた後、大声で笑い出した。はははは。こいつはいい、ガキのくせに。それから急に真剣に真顔,真顔に戻る。ナイフをコナンに向かって突き出すと、ガキの宝探しごっこに付き合ってる暇はない。銃で死ぬか ナイフで死ぬか、好きな方を選びな。ごっこなんかじゃないぞそうですよ。暗号をほとんど一人で解き明かしたのは、このコナンくんなんですからね源 <laughs> 太と光彦がコナンの左右から声を上げる。ほう。しかし坊主、ありかを教えるだって。実際に宝はないんだぜ。手帳に何も書いてなかったっていうのも、どうやら嘘じゃなさそうだし。木村は愛に目をやった。愛はただ黙っている。 その目はまっすぐコナンを見つめていたコナンは俺に任せろとでも言うように小さくうなずいてみせるそれから木村の顔に視線を戻すとああその子の言う通り手帳の最後に埋蔵金の在りかは書いてなかっただろうねというのも手帳の持ち主久保康晴氏は暗号の最後の部分を解読できてはいなかったんだから何だとどういう意味だ木村と後ろで聞いた忠男が 同時上げる,る氏は失踪前娘の佐伯さんにこう言ったそうだよついに見つけたぞあと少しで手に入るついに見つけたのは埋蔵金の存在を示す確かな物的証拠である3粒の報酬金だろうそしてあと少しはヤサル氏が暗号を完全には解き終わっていなかったことを表している <laughs> 解き終わっていないって何を言ってるんだ全部解けてるじゃねえか暗号部のラスト どうなっていたか覚えてるラストだと木村は慌ててポケットから暗号文の書かれた髪型を取り出す同じようにメモ帳を手にしたコナンが暗号文の最後の一節を読み上げるラストはその金は金万両米一国に比するものなりこれはどういう意味だと思うどうって暗号を解けば金万両米一国つまり膨大な量の金と米が米が 手に入るってことじゃねえのかそんな風に自分の考えを口にする木村を田中は不思議そうな顔で見上げる木村はいつの間にかコナンとの会話に引っ込まれてしまっているようだ忠男が木村に反論するそれはおかしい「非する」という言葉の意味から考えると「金万両米一国に敵対する財宝が手に入る」という解釈が正しいんじゃないかな「同じことだろ?」「全然同じじゃないよ」と コナンは首を振ってだって宝は金でも木でもないってことを示してるんだから金でも米でもない暗号の解き方はこうだよその宝は金万両あるいは米一石に等しい何言ってやがんだ言葉遊びにしてるんじゃねえぞ木村はさすがにイライラしてきた様子だしかしコナンは意に介さずねえおかしいと思わない金万両あるいは米一国に等しいなんて 金の1万両と米の一石じゃ全然価値が違うのに一石ってどのくらいだ ?1 号なら計量カップいっぱいのことだってお母さんに教わりましたけど顔を見合わせる玄太と光彦ただはそれに答えて一石っていうのは人が1年間で食べるとされているお米の量のことなんだ容量にして180リットル1号の1000倍だねそれじゃあすげえたくさんじゃねえかよでも一説によれば 1>, 1隻の米の値段は1隻ぐらいだったそうだそれは昔は武士の収入の基準になっていたくらい米は大事なものだけど1万両とじゃ確かに比べ物にならないなだから何だって言うんだ木村がついに大声を出す田中もコナンたちに向かって領収を抑え直したその銃口が目に入っていたのようにコナンはさらに前に進み出すだから これは価値ではない。他の何かを表した暗号なのさ。他の何かだとそう、その何かとは、金満了と米石の共通点。そこでコナンは思わせぶりに言葉を切ると、ところで米石180リットルってどのくらいの重さかわかる今日疲れたように黙り込む木村。玄太や光彦はもちろん、ただも首をひねる。150キログラム ?1 号は150グラムだから、 返答したのは愛だ驚いたような顔で木村と田中が見下ろすその通りよく知ってるな灰原 <coughs> 常識よすげなく返され小さく首をすくめる粉そう灰原の言ったように米石は 150kg だそして金満量はそっかまそっか講習そっか公収量一料金は 一あたりの重さがグラムに定められているそれが一万個ならやはり1 5 0ラムだ半ば喜ぶような多田尾の声それが答えだよコナンは大きくうなずいて暗号を解読するとこうだ宝を手に入れたのは宝を手に入れるには1 5 0ラムに等しい重さが必要であるそれで坊主その1 5 0キロをどうすればいいっていうんだ木村の口調は冷静さを取り戻していたどうやら コナンの推理を見た目たようだ。だが、その月が、かえって木村の凶悪な雰囲気を一段と高めている。コナンは木村の事情、広場の向かいの壁を示した。あそこを見て、色が違うでしょ木村は油断なく、安いナイフを突きつけながら、後ろを振り返る。その奥の壁面、椅子積みから1メートルほど上の一部が、確かに周囲の岩と少し、色合いが異なっているように見える。 おい、崖どもを見張っていろ。木村は田中にそう満ちると、<laughs> 問題の部分に書き寄った。近づいてみると、違和感がますますはっきりする。まるでそこにだけ、後から別の岩をはめ込んだかのようだ。宝はこの中か。木村はナイフを突きつけるが、岩はびくともしない。コーナンーは笑って、そんなナイフで、どうにかなるわけないよ。ちゃんと暗号通り、150kg を使わなくっちゃ。木村は、 コナンの方を振り返る。その顔は怒りでどす黒くなっていた。どうするんだ重さとなれば、重りに決まっている。その証拠に、コナンは続いて、広場の右手、石積みが途切れた森土の部分を示す。そこにある罠端は、木村の視線が捉えたのを確認すると、あの罠は、おそらく、俵の,の残角中に砂か、それこそ米でも詰まって、 重りとしてて使っているんだそしてその横の森づの上には板が張ってあるまるで何かが乗せてあったと言わんばかりにああ分かったよと木村はコナンの言葉を途中で遮りつまりそこに1 5 0キロ分の重りを乗せればいいんだなそうだよそうすればおそらくこうにならない声がその場を支配した暗号は全て解かれた埋蔵金と通じる最後の扉が開かれたのだしかしなあ 坊主広場の中央に戻りながら木村行くという1 5 0キロ分のお守りなんてどうするんだそのひょうとやらはすっかり空のようだししかしコナンは同時な木村は目を細め何か考えでもあるのか簡単なことだよ僕ら自身を計りの代わりにすればいいんだコナンたち子供が4人で 90kg 痩,痩せ型の多動が約6 0キロで 合わせて 150kg。つまりこの5人で乗ればちょうどというのがコナンの説明だった。だからその子を返してよ。だからその子を返してよ。とコナンは愛を示させてみせる。<laughs> その子がいないと 150kg にならないんだ。木村は少し考えていたが、う <laughs> すら笑いを浮かべて田中に顎をしゃくってみせた。いいんですかいああ、話してやれ。ただし、 くれぐれも油断させるなよ田中は何度もうなずくと愛の背中を押した愛はコナンたちのもとに走り寄ると走り寄る愛を追うように猟銃の重心が宙を走るとその先はコナンを狙ってピタリと止まった「バ原、はい、さんおい大丈夫か?」愛を囲み心配そうに声をかける光彦と玄太愛は小さく微えむとええ私は平気それより 吉田さんは <laughs> あゆみちゃんも無事だ心配ない自分に向けられた銃口から視線を外すことなくコナンは答えるそうよかったさあ感動の再会はそれまでだコナンたちの会話を田中の耳障りな声が遮った木村はコナンと目を合わせるとその視線を森土の方に送ってみせた分かった行くよコナンは広場のヘりにそっと沿って歩み出す もちろん、原点、光彦、い。それから多田尾も一緒だ。石積みに足をかけると、その上を、森土のところに向かって進む。その石積みが途切れる前で、コナンは足をすばらせた。おっと膝をつきながら、キック力、上用シューズのダイヤルを素早く最大にセット。シューズが幸い、光を、うん、淡い光を帯びる。おい、どうしたいや、なんでもない。コナンは立ち上がると、足を前に運び。 みんなこの上に乗るんだと自ら森土の上の板に立ってみせた歩いてきた順に玄太光彦愛が続き最後に忠雄が両足を板に乗せる板がわずかに沈み込んだような感覚ゴドンゴドンゴドン何か重いものがぶつかり合うような物音が岩肌の奥から響いてくる気のせいか地面もかすかに震えているようだ はるか昔、信玄の時代に作られた埋蔵金を守る最後の仕掛け。それが400光年の眠りから覚め。今まさに動き出そうとしている。はい、終わりました。次回はですね。次回は、第13章、見つけた宝です。はい、もうそろそろで埋蔵金のありかがわかりますね。先ほどもおっしゃったように最後の 宝のあり、最後の宝の宝は、最後の宝はですね、金万両、国名一国という歌ですね。国名一国に比するもの。金万両、米一石。米一石と金万両ってことですね。金と米に比するもののお宝が眠っているそうです。さて、どうなっていくのでしょうか。愛が無事助かってよかったですね。それでは、 終わりたいいと思いますチャンネル登録よろしくんにゃ、パチッそれでは、終わるにゃ、バイバイ